い、こんにちは、シーナモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介いたしますのはハレーダビッドソンファットボーイ S のご紹介です。こちらですね、特徴なのはマフラーですね。スクリーミンイーグルのですね、2本出しマフラー装備、そしてカラーリングはですね、艶消しのブラック、マットブラックをですね、まとったモデルとなります。そして特徴はですね、足回りです。ホイールはですね、マットブラックのインナーのですね、ディッシュホイールというのを装備しております。非常にですね、コンディションも一応です。早速ご紹介の方させていただきます。はい、まずフロント前にですね、ハレーダビッドソンのですね、このファットボーイモデルのですね、特徴、大きなですね、ヘッドライト、こちらも大きな点灯傷割れもちろんございません。そしてですね、フロントフォークもですね、こちらカバーがね、しっかりとついているモデルとなります。こちらも大きな割れ、点灯傷、こういったのももちろんない状態です。オイル漏れなどもない状態となっております。はい、フロントフェンダーですね、こちら艶消しのブラック、大きな点灯傷、へこみ、もちろんない状態となっております。はい、フロントホイール周りです。ディッシュホイールですね、インナー艶消しブラック、リムの部分もですね、大きなサビや腐食もちろん出ておりません。タイヤ溝もですね、しっかり残ってます。そのままですね、お使いいただけます。シングルディスクとなっておりますね。キャリパー固着などもちろんございません。はい、エンジン周りです。 1800cc を誇るですね、ツインカムエンジン搭載となっております。大きなオイル漏れ、こういったものね、各所こういったものない状態となっております。あとはですね、ステップボードなんかも装備ですね。ペダル類のところ大きな削れなどもね、もちろんございません。エンジンガードも装備しておりますので、万が一の転倒の動きもしっかり守ってくれるモデルとなります。はい、マフラーですね、こちらスクリーミンイーグル2本出しですね。こちらも艶消しのブラックです。非常にですね、ボディカラーと合ったモデル。サウンドの方は後ほどご紹介させていただきます。はい、リア周りです。はい、リア周りもですね、もちろんディッシュホイール、インナーブラックですね。大きなサビ腐食、ローターのですね、大きなサビ腐食出ておりません。綺麗な状態です。タイヤ溝まだ残ってますので、そのままお使いいただけます。はい、テール周りもですね、こちら純正をキープしている状態になっております。はい、反対側回っていただきまして、シートですね、こちら、前後ろともに大きな切れ、破れない状態となっております。はい、タンクですね、タンクもですね、艶消しのブラックですね。こちらもですね、大きな点灯傷、へこみ、このね、ハーレーダビッドソンの大きなロゴもね、特徴的なところとなっております。ではエンジンの方ですね、始動していきたいと思います。いかがでしょうかね。こちらね、ハーレーらしさをですね、感じられるモデル、非常にですね、ワイルドなデザインとなっております。特にね、艶消しのブラックというのはですね、非常に珍しいカラーリングとなっておりますのでね、とてもおすすめの1台となりますので、ぜひ皆様のお問い合わせお待ちしております。